小田さん、海が綺麗すぎるよ。すごいなこれ。175cmぐらい。なるほど。うわー、うまそう。うわー、中谷太一。皆さんこんにちは、中谷太一です。今回はいつもとちょっと違う場所に来てますが。来ますよ。どこでしょうか。ここは十三浜という場所に来てます。今回海の前に来てますが、すね、どんな企画をやるんですか。いやー、魚キングへの道ってやってますけど、まあやっぱりその市場で買えないものってのあるんですよね。でそういうその水産物を今日はフィーチャーしようと思いまして、末永海産さんというですね、石巻の水産加工会社の方に協力を依頼したですね、なんとなんと船に乗せてその漁の風景を撮らせていただけるということで、本日十三浜にやってまいりました。じゃあ今回は、はい、ですね、末永海産さんの完全なるご好意によって成り立ってる企画ということですね。なので今日はあの当然末永海産さんのですね、末永耕也さんお呼びしてます。どうぞ末永さん。こんにちは、よろしくお願いします。イケメンなんですよ皆さん。若め王子ですから。青汁王子ならで、青汁王子ならで、若め王子で今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今、はい、あの若め王子、なんちゃら王子ってちょっと 、はい、出ちゃったんですけど、はい、今回扱う海産物は何でしょうか。若めです。はい、そりゃそうですよね。はい、ということで今からあちらの船でですね、若め取りに行ってきます。乗っちゃってます。乗っちゃってますよ。これから漁場に、漁場に向かいます。小田さん、海が綺麗すぎるよ。海が、いや本当、十三浜は北亀川の河口とあとこの山に囲まれてるんで、すんごい海が綺麗なんですよね。すごいっすねこれね。こう奥まで透けて見えるぐらい綺麗です、ね、スケスケですよ皆さん。スケ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 の海です。浮きが全部あのワカメの養殖してある、あの目印。すげえ、意外と分かんないですよね。すごいなこれ。ワカメこうなってる。ワカメこうなってるんですか。これが一応十三浜のワカメ、生ワカメ、今が旬ですね。これが種子になってて、ここがメカブの部分になってます。これ皆さんが普段食べてるメカブ、あの細かく刻んであるやつはこうなってる感じですね、はい、だからこう種子みたいなのがあって、こっからぐーっと生えてきて、でメカブがこうあって、はいはいはい、でこれが茎の部分ですね。はいはいはい。でこうだん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 そこから皆さんが普段食べてるあのワカメの葉がこうやって生えてきてるような感じになってます。今これ春告げって言って、はいはい、あの新芽の生ワカメで、はいはい、あのあえて短く育ててもらってるんですよ。あ、そうなんだ。だからもっと長い、長い、本当はガーッともっともうちょっと育つんですけど、ワカメってここの中に茎が入ってるんですけど、この茎ってだんだん大きくなるともうすごい太くなって、はいはい、食べれない、硬くて、まあ、食べれるんですけど食べれなくない、硬くなっちゃう。これぐらいのやつだとすっごい食感がちょうど湯通しするボイルすると良くなるんで、このまんまもう食べてもらえるようにあえて、あえて短く、ちっちゃめにして作ってると。でこの時期もう生でそのまま塩漬けとか長期保存しないで、はいはい、そのまんま生か冷凍で、なるほど、お届けしてるっていう。この時期だけで食感がものすごい抜群に、ものすごい抜群、はい、いいというところです。食べてみたいねこれね。やばいね。で丸々今1本買ってもらったんでメカブも合わせ て、はい、でなここの茎もこの時期すっごい美味しいんで、ここ、はい、あんまり普段食べない、今スーパーとかにちょっと出回ってますけど、この茎の部分も一緒にボイルしてもうコリコリの食感で食べれる。三浜が評価としては一番あ高くて、はい、やっぱミネラルが豊富みたいなのがあるんでしょう。そうですね、あの漁場としてその河口部とこの山間部、はいはい、で波もやっぱり荒いんで、荒波でこう揉まれていく中で食感がやっぱり出やすくなる。あと色ツヤ、色ツヤ、はい、色ツヤ結構浜によってはこうワカメ表面的にもうちょっと虫食いの跡とか、はい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 、あと色味が薄かったりとかするんですけど、十三浜のやつはすごい比較的綺麗で、こうエメラルドのこう確かに色に
ボイルすると普通のワカメの色としても色つやも良くて、でなおかつ食感もいいっていうのが十三番の特徴としてあります。いつ頃から育てるんですかこれ。だいたい種付けで言うと早いところで10月の後半。10月。このメカブをそのままこう残すんですよね。はいはいはい、あで陸上養殖って言ったんですけど、はいはいはい、そのままこう胞子を出す。あ、なるほどなるほど。でそれをこう板みたいな、のり板みたいなのにつけて、はいはい、で陸上でちょっとこう、あ、種子を作る。でそこから挟み方って言って、このロープ状に種をつけて、であとここからこうガーッとこういう風に1個から1本2本3本4本という感じでどん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 出てくる。あ、1本あたり800キロぐらい。800キロ、はい、これまだ少ない方で、少ない方、もっとまだまだあの普通のワカメだったら取れたりする。そうなんですか、ワカメのカーテンです。ワカメ鮮度ってあるんですか。あ、鮮度はすごい重要で、結構ワカメってこのうちの春漬けとか特に葉が薄いんで、はいはいはい、鮮度が悪いとすぐ溶けちゃうんですよ。溶ける、葉がこうドロドロってなったりとか、あ、手についたりとかして、あ、物が悪くなっちゃうんですよね。だから張りがなくなっちゃうような感じなんですけど、はい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 、鮮度のいいワカメはまあ張りがあって、さっき言ったようなシャキシャキの食感とかがあって、まあすごく美味しいっていうことで、まあ、スーパーとかで買うときはそういうちょっとこう水っぽさがないとか、こう色つやがあるとか、なるほどなるほど、ぬめりがあんまりぬめってないかとか、とかそういうところでちょっと見てもらえるといいかなと思います。あれすごいね、これ今日出荷するらしいですよ。すごいねこのスピード感。今日そのままボイルして全国に出荷してます。うわー、はい、ということで調理室に移動しました。小林さんありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。ということでちょっとあの見てください、これ漁師さんからいただいてきました。こういう状態で見ないです。見ないよ。これがだいたいこう骨のだいたいこう同じぐらいの大きさ、長さ175cm ぐらい。なるほど。ここぐらいはメカブ。そうです、これがメカブですね。よくあのスーパーにある刻んでパックになってるやつ、あれの原型が、はいはい、原型がこの葉をこう削ぎ落とす感じですか。そうですね、ダイヤになってると丸く感じる、この部分がメカブの部分ですね。あ、なるほど。ここの部分は茎としてこの時期はもうそのまま食べれる、湯通しして、おで、めんつゆとかで味付けしてる。なるほど、なるほど。すごいコリコリしてて、すごいコリコリしてる。あ、いいな。でこっからがいわゆるわかめ。そうですね、皆さんがよく食べてるわかめっていうのはこの葉っぱの部分ですね。この葉っぱ、はい、この部分ですね。これがわかめの葉になっております。こういう感じでこう横にわーっとこうなってる。なるほどなるほど。これ茎、中芯って言って、中芯、茎わかめとか、つまみとかの茎、ああいうのは結構ここになってます。これも塩蔵漬けされて、普通は何ですか、食べないですよね。うんうんうん、こう硬いんで、あの一緒に食べるとすっごいゴリゴリしてるでしょ。はいはいはい。じゃあでここをこう浜の人たちがこう葉と、あ、分けてくれてるんですね。塩漬けにした後に分けて、で皆さんには食卓には葉にと葉だけが。なるほど。いや贅沢な部分を食べてね我々。なので結構いろいろ細かくというような感じなんですけど。増える量多いっすね。もう全部食べれます。全部食べれ、これが1本、わかめの1本。ちょっとずつやっていこう。はい、まずここのメカブを、これ切っちゃった方がいいですかね。1回切ってもらって、こうと、で、あと茎と葉をメカブの部分を削って切って、これ削って、こういうことですね。まあ、もうざっくり切ります。いやー、今日さっき取れたやつですよ、これ。マジで嘘偽りなくさっき取れたやつですね。この辺まで、この辺から3回目ぐらいまで、ここまで切っちゃうと、はい、これもザクザク切って、そうです、そうです、もう適当に一口サイズとかそのままわかりました。ちょっと切ってみます。多分こんなんでいいってことですよね。あ、もっとさ、見てこんなん、こういう目のししたときに、そっか、見た目的に、なるほど、こんなんでいいんだ。はい、ということでこちら切ってきました。これがワカメの葉 の, あの下の部分ですね。茎の部分とメカブの部分ということで、小林さん、まずはじゃあこっちワカメの葉のものちょっと食べてみたいんですけど、これで、ね、ワカメおすすめの食べ方を小林さんに教えていただくということで、
ちゃうから、ちょっとだけは。イメージはついてるかもしれないですけど、まずはやっぱり、しゃぶしゃぶで。しゃぶしゃぶで。はい。じゃあ、お手本。お手本を見せていただいて。もう単純に、ちょっと食べれるくらいの量で。はいはい。でも、そのまんま、入れてもらって。チャンス、チャンス。じゃあ、いきます。おお。一瞬っすね。もうほんとこんなもんで。こんなもんでいいんだ。パクチーいいんで。全体的にもう緑になった。はいはいはい、はい。これで。はいはい、で、これで？で、これでそのまんま食べちゃうと、ちょっと食感が、ああ。より一層良くするには、はい、氷で締めるっていう形で。これはね。ちょっと水で。みんな知らない。浸してもらって。おおおお。熱を取って。熱を取って。結構、普通に長く冷やしてもらっても全然問題ない。はいはい。もうこれで。これで。そのまま食べてもらいます。ありがとうございます。ポン酢で。じゃあ、小屋さんおすすめ食べ方、しゃぶしゃぶ。わかめさん、ありがとう。いただきます。音がもうめちゃくちゃ聞こえる。聞こえますかね、このシャキの音が聞こえてると思います。小田さん、これ俺のワカメの概念変わるぐらいうまいっす。マジっすか？マジで。あ、マジで嬉しいっす。これやばい。え、すんげーうまいっす。なんだこれ。普段この葉っぱだけ食べてるって感じなんですけど、ここの要は中芯がここ味噌で、中芯やばい、食感と旨味のポイントがそこなんですよね。こんなうまいの。これが硬すぎるともう食べれなくなっちゃう。食べれなくなっちゃう。確かにこれ限界値かもしれない。一番うまいここを超えてくるとわかめの、わかめ、あ、そうです、再買って。やば、こんなうまいの。これ、締めるのと締めないので多分全然違う。緑、一瞬で色変わりますね。一瞬で変わる。これが大事なんですね。これ全然違う。今まで俺そのまま食ってた、しゃぶしゃぶ。こんな美味しくない。うまい。めっちゃ進みます。うまっ。次はこれの食べ方をちょっと小屋さんに教えていただこうと思います。これ、このデカブとあの葉がついてた部分の間の茎になるんですけど、これももう本当に湯通しして、でそのまんま。それ嘘ですよね。全然もうここ、これそれだけでもめちゃくちゃうまいんで。これが食感ともう塩味、ちょうどいいあの海の素材のまんまのミネラルっていうか、湿気が出てくるんですか。はい、来るんで。じゃあちょっとそのまま入れて。これも一瞬で。ドッキリ映像とかじゃなくてですか。こっちはちょっとここの中の部分がまだしっかり、はい、茶色から緑になるので、結構長めにボイルしてもらいます。この食べ方知ってるの小屋さんぐらいじゃないんですかこれ。あ、でも結構最近はこれもあのスーパーとかで売るようになったら、はい、数は少ないんですよね。結局取れる量は少ないんで、まあ、ちょうど中まで火が通って、ね、でもうそのまんまこっちで一回閉めてで、大さんこれこのまんまスティックそのまんまいっちゃってください。はい、もうそのままかじっちゃって絶対そうですよね。もうそれだけでいただきます。塩味効いてますか。これは初めての出会いですよ。食感は違いますよね。違うし、なんだろう、その海の旨味って言ったじゃないですか。塩味、ちょうどいい海来る。すごい恐れ入りました、わかめ。やばこれ、美味しいわ。結構この食感は本当にあの塩蔵とかしちゃって水戻ししても、うん、ここまでの食感は再現できない。できない。だからこの時期で生でしか食べれない。この時期でさらに生で、はい、いやーこれは感動だわ。超うまい。小林さん、僕メカブ好きなんですけど、まあ、これ3点セット揃って
ちょっとどういう食べ方が。そうっすね、もう贅沢に丸々わかめ丼。わかめ丼、はいはい、初体験。わかめ丼。もうメカブもわかめも茎も全部使って、ちょっともう丼にしちゃう。超ヘルシー丼を。行ってみましょう。じゃあわかめ、どっさりいっちゃいますね。じゃあ次、茎茹でまーす。茎はじっくり、じっくり、はい、芯を通るまで、じゃあメカブ茹でていきます。メカブは冷やす必要ないね。冷やす必要ないです。いっぱい叩いてもらった。これ最初はこうです。なんでしょう。出来上がりました。もこれに合う漬けダレをですね、小屋さんにちょっと作っていただきたいと思います。じゃまず最初めんつゆで、で、まあ、めんつゆ の味の濃さそれぞれね、それぞれよるんですけど、ちょっとで大丈夫です。わかめそのまんま塩味があるので下味程度で、次白だしですね。白だしもスプーン1杯分ぐらい でこれでちょっと混ぜて、でちょっとかけるぐらいでちょうどいいかもしれない。そうですね、これで全体になじませてもらうぐらいで大丈夫です。はい、匂いはいいもん。いやちょっとメカブ好きなんですよね、私。贅沢。そして茎の部分ですね。茎の部分。最後、わかめ同じ。ネギね、ネギね。ちょっとパラッと全体パラッと、はい、うわうまっ。うわ今回のわかめ動画、わかめ衝撃的すぎてちょっとすごいんですけど、これ見てください。これはじゃあちょっといただいていただきます。はぁ、贅沢すぎる。なかなか取りづらい。いいっすか、いいっすか、はい、これ合う。あれ合う。で、あの何気なく振りましたけど、ごまめっちゃ合いますね。合いますよね、ごまめっちゃ合う。いいアクセントになるんですよ。いいアクセント。ちょっとこれさ、こっちも食べていい？ネギとかも。こっちね、こっちね、こっちね。いただきます。です。バカにしちゃいけない、この。金もうまい。ちょっとこれまかまかも見ますね。こいつがまあ一応主役なんですけど、もう全部うまいから。言うことないです。あ、言うことないです。言うことない。うますぎる。ありがとうございます。何杯でもいけるわ、これご飯。何杯食べてもカロリー全然多分。ご飯、そうっすよね。ご飯のあれはありますけど、はい、で、これ体にもすげえいいんですよね。海藻だから。ほんともちろん海藻なんで、食物繊維とかミネラルも含めて、はい、アルギン酸っていう体に海藻とかの成分が入ってるんで、はい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 、まあ美肌の効果とかも含めて、もう食べれば食べるだけ、食べれば食べるほど健康になっちゃう、はい、食べますよ俺これ。超うますぎる。これ動画で言ってますけど、ほんとうまい。これ家で作ります俺。超うまいです。小屋さんの手はね、混ぜたらうまいんじゃないかということで、ちょっと豪快ですが混ぜていきたいと思います。いやもうなんかわかめご飯ってこういうこと言うんじゃないの。わかめご飯すごいよ。だってこれ、うお、全部三味一体。いただきます。これが一番うまい。マジで。あ、よかったっす。これが一番うまい。あ、パックつくずっぱらない方です。これが一番うまい。ごちそうさまでした。もううますぎました、マジで。はい、今日本当ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ウォーキング特別編ということで、魚ではないんですが、海の美味しい海産物わかめ、船に乗せてもらって、あんなこうね、一本丸々こう刈り取ってもらって、はい、
べることはないんですけど、しかも春告げわかめっていう西南海産さんのブランドですね。でこれ食べさせてもらって本当にうまいです。あんなシャキシャキしてると思わず衝撃でした。まあ、なかなか生だと日持ちしないんで、こういう真空パックで冷凍にして、小分けで、あのうちの通販サイトで北上市場っていう名前のやつなんですけど、キャス冷凍っていうめちゃくちゃいい冷凍をして、ほんと生に近い食感をそのまま残してる形で、これも期間限定で販売してますので、ぜひ概要欄に URL を貼っておきましょう。これちなみに、西南海産さん内閣総理大臣賞をいただいているんですよ。めちゃくちゃうまいんで、めちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さん本当に買ってみてください。もう半額の2000円で送料プラス送料無料で、なんかいろんなやつを食べさせるっていうのをちょうど今キャンペーンでやってました。おー、今しかないですね。そうです。あ、それにちょっと貼り付け入ってないんで追加で注文して。ぜひぜひ送料無料で半額になってるんで、ちょっとぜひご利用いただければ、ちょっと試しにね、あの食べてもらえればなと思います。ありがとうございます。本当に皆さんちょっと買ってみてください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回わかめ編ということで本当に素敵な一日でした。またね、こういう美味しい海産物を紹介していきたいと思いますんで、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。